こんにちは、クラウンメロン農家のキンパルと申します。本日はクラウンメロンの食べ頃食べ方の方のご説明をさせていただきます。まずこちらのメロンの方のお尻の方を強く押さえるのではなく、優しく触ってもらった状態で少し柔らかくなった時に食べ頃という状態になります。お尻が柔らかくなるまでは日の当たらない場所で常温で保存してください。食べ頃になりましたらこのままの状態で冷やしていただいて、半日から1日しっかり冷やした状態で食べてください。静岡が誇るキングオブメロン、クラウンメロンのお求めはイオンです。